ご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、YouTube のチャンネル登録してくださっている、りんたろーテッドクロックマニアさんとお呼びすればいいんでしょうか。ちょっと呼び方がわからないんですけれども、リクエストをいただきました。うちにあるからくり時計をご紹介いたします。ですね、機種はですね、シズンの PM17B という形式です。それで音楽は全部で6つありまして、まあ、最初は「いつも何度でも」という曲です。この途中でちょっとリタルダンクとかかってましたけど、次がですね、世界に一つだけの花です。その次がですね、和田摘の木と書いてあります。伴奏の低音がドゥン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 っていうのがかっこいいと思いますけど、その次がですね、サマーという曲です。続きまして、4つ目の曲は、シーズンズという曲です。一番最後が「シャルウィーダンス」です。私にいただけましたでしょうか。今
この時計を買ったのはですね、大体私が横浜に来た時ですから、もう7年ぐらい前ですけれども、ここに引っ越してきた当初は、時間でメロディーを鳴るようにしていたんですが、今は鳴るようにはしていません。ですね、まあ、改めてこうしてみると、ものすごい大きくて、で、今回私が気づいたのが、この裏に、これメロディーが鳴るスピーカーですけれども、ここはちょっと切り欠きになっていて、音がちゃんと外に抜けるようになってるんですね。これを初めて気づきました。裏はですね、このように、時刻合わせと強制受信のボタンがありまして、それからこちらの方には、何ですか、手動スイッチ、ね、メロディーの音量調整と、あと明るさによって鳴らないかなるか選択するのと、あとメロディー自体を入れたり止めたりするのと、両方スイッチがあります。ですね、こんな感じです。リクエストいただきましてありがとうございました。以上です。